SBC メディカルグループは2000年に藤沢で開院しました。湘南美容クリニックをはじめ、眼科・婦人科・血管外科・歯科・毛髪再生・低身長外来・顔面液など全国で76院展開しております。2021年までに100院を達成することを目標として積極的に採用を行っております。新規店舗のためのスタッフはもちろんなんですが、当社の場合25歳から35歳ぐらいの女性社員が非常に多いため、常に約 10% 程度の産休・育休が発生しております。今回私どもが募集しておりますのは主に受付カウンセラーと看護師です。看護師であれば技能はもちろん、お客様に寄り添うコミュニケーション能力が必要です。さらに受付カウンセラーであれば、お客様にとって何がベストな選択なのかを考え見極めるカウンセリングスキルが必要となります。経営理念としてお客様の喜び、社会への貢献、スタッフの幸せという究極の三方よしを実現した伝説のクリニックになることを掲げております。この理念に共感し、綺麗になって前向きに生きたいというお客様の気持ちに寄り添ってくれる人材を求めております。導入以前は急激な新規出店に伴い、地方媒体や折り込みチラシを集中で出稿しておりました。しかしながら集団の確保も採用人数の確保もできず、採用単価だけが引き上がってしまうという課題がございました。今後もですね、都内や地方を含めまして40院の出店予定があり、採用費が跳ね上がってしまうため、新たな採用メディアの導入を検討いたしました。このような状況を改善するためにインディードの導入を本格検討いたしました。もともと弊社の採用担当が前職で使用しておりまして、大幅に採用単価が下がったという情報を聞いており、こちらからアプローチをかけました。弊社のような多店舗展開の企業には、店舗ごとの直接出向ではなく、店舗数の多さを意識した面での戦略に切り替え、さらにはエリアごとにきめ細かく対応できるインディードとの相性がいいのではないかと考えました。インディードの導入によって、主に自社サイトへの流入、自社サイトからの応募数が大幅に増加いたしました。自社サイトのユニークユーザー数は導入後2倍に増加、また自社サイトからの応募数は3倍に増加をいたしました。私たちが理想とする人材は、弊社の理念に共感いただき、世界一のメディカルグループになるという目標に向かって一緒に働いていける人です。インディードでは他のメディアに比べて求職者に伝えられる情報が多いため、選考時のミスマッチが起きにくいと考えています。また担当者の方が細やかな対応をしてくださり、弊社の採用活動にご尽力いただいているということを身をもって実感しております。今後は紹介会社を頼らない採用に向けて、インディードを有効活用してまいります。